オリバー・ペレス・マルティネスは、メキシコのシナロア州クリアカン出身のプロ野球選手。左投げ左だ。メキシカンリーグのティフ・アラブルズ所属。相性はオリー。1998年に、メキシコ下記リーグであるリーがメヒカーナでベースボールの、ユカタン・ライオンズに入団し、プロ入り。1999年3月にサンディエゴ・パドレスと、契約。 2002年6月16日のシアトルマリナーズ戦で先発してメジャーデビューを果たし初登板初勝利を飾った。2003年8月にブライアン・ジャイルズとのトレードでジェイソン・ベイ後日発表選手のコーリー・スチュワートと共にピッツバーグパイレーツへ移籍した。2004年にはリーグ4位の239奪三振を挙げた。奪三振率10.97は リーグトップで、この年の脱三振王だったランディ・ジョンソンの10.62をも上回っている。しかしその後の2年間は、防御率が5点台後半から6点台と低迷。2005年6月26日には、自身が先発登板した試合で、チームが敗戦後、クラブハウスにあった洗濯物回収用の荷車を蹴り上げて、左のつま先を骨折し、故障者リスト入りしている。 2006年開幕前の3月に開催された第1回、ワールドベースボールクラシックのメキシコ代表に選出された。ニューヨークメッツ時代2006年7月31日に、ゼイビアネエディとのトレードで、ロベルト・ヘルナンデスと共に、ニューヨークメッツへ移籍した。移籍後は7試合に先発して、防御率6.38と、移籍前とさほど変わらず。 しかしポストシーズンに進出したチームにおいて、ペドロ・マルティネスとオーランド・ヘルナンデスの二人の先発投手が故障。ペレスは先発ローテーション入りし、セントルイス・カージナルスとのリーグチャンピオンシップシリーズ第7戦に先発登板、6回1失点の好投を見せた。2007年は開幕から好投を重ね15勝を挙げた。シーズン途中にはアトランタ・ブレーブスや、 ニューヨークヤンキースといった強敵を相手に勝利を重ねたことでチームから重要な試合で最も頼りになるのはペレスと言われるようになった。脱参審率8.85はリーグ2位。2009年からメッツと3年3600万ドルで新たに契約を更新した。開幕前の3月に開催された第2回 WBC のメキシコ代表に選出され、 二大会連続2度目の選出を果たした。2011年3月21日に開幕前にメッツ側が残りの年俸を全て支払う形で自由契約となった。2011年3月23日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。この年はメジャーでの登板はなくオフの11月2日に FA となった。 シアトルマリナーズ時代2012年1月19日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。6月に2年ぶりのメジャー復帰を果たし中継ぎとして好成績を残した。オフの10月29日に FA となったが11月3日に1年150万ドルプラス60万ドルの出来高で再契約を結んだ。背番号は36から59に変更となった。 2013年開幕前の3月に開催された第3回 WBC のメキシコ代表に選出され3大会連続3度目の選出を果たした3月9日のカナダ戦では乱闘を起こし退場になったオフの10月31日に FA となった2014年3月10日にアリゾナダイヤモンドバックスと総額425万ドルの2年契約に合意した この年は、リリーフ転校後では、自己最多、チームトップタイの68試合に登板。3勝4敗、防御率2.91、脱三振率11.7という好成績を残し、リリーフ陣の核として活躍した。2015年はチームを去るまでに48試合に、登板し、前年ほどではなかったものの2勝1敗、防御率3.10。 脱参進率11.5という安定した成績を記録した。ヒューストン・アストロズ時代2015年8月7日にジュニオール・ガルシアとのトレードでヒューストン・アストロズへ移籍した。背番号は38。アストロズ加入後は22試合に投げたが、防御率6.75で3敗を喫した。通年成績は前年の自己記録を更新する年間七十試合に当番し、 防御率4.172勝4敗、脱三振率11.2という成績だった。オフの11月2日に FA となった。2015年12月11日にナショナルズと総額700万ドルの2年契約を結んだ。ワシントンナショナルズ時代2016年3月11日に第4回 WBC 予選のメキシコ代表に選出され、 4大会連続4度目の選出となった。同大会では、メキシコ代表は本選出場を決めている。レギュラーシーズンでは、4年連続60試合以上となる64試合に、リリーフ登板して、通算500試合登板に達成し、2勝3敗、防御率4.95、ホイップ1.45、脱三振率10.4を記録した。オフの10月20日に、 サムライジャパン野球オランダ代表野球メキシコ代表強化試合のメキシコ代表に選出された。12月5日に第4回 WBC 本戦のメキシコ代表に選出された。2017年開幕前の3月に選出されていた第4回 WBC に参加。レギュラーシーズンでは50試合登板と5年連続60試合以上は達成できず、防御率4.64。 ホイップ1.33と安定感も今一つであった。一方脱三振率は10.6を記録し、5年連続10.0超えを達成した。オフの11月2日に FA となった。2018年2月24日にシンシナティレッツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加したが、メジャー昇格はならず、3月30日に、 ニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んで参加のトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースに配属された。6月1日に自由契約となった。2018年6月2日にクリーブランドインディアンスと契約し、即日でメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は51試合に登板して1勝1敗、防御率1.39。 43脱三振を記録した。オフに FA となったが2019年1月25日にインディアンスと1年250万ドルの契約で再契約を結んだ。2020年オフの10月28日に FA となった。3月30日にアクティブロースター入りした。2021年2月18日にインディアンスとマイナー契約で再契約を結んだ。 3月27日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。シーズン開幕後は5試合に登板して無失点だったが4月28日にリーフとなり5月2日に FA となった。2021年5月11日にメキシカンリーグのティフアナブルズと契約した。スリークォーターから平均球速79マイルパーアワーのスライダーを中心にその他に 平均92マイルパーアワーのフォーシーム、平均91マイルパーアワーのシンカーを使い、稀に83マイルパーアワー前後のチェンジアップも投げる。少年時代のペレスは、同じメキシコ人投手のフェルナンド・バレンズウェラに憧れを抱いていた。メジャーリーガーになってからの憧れの選手は、同じ左投手のビッグユニットこと、ランディ・ジョンソンへと変化した。その理由として、 いつもアグレッシブなピッチングを披露するから、どんなすごいバッターに対しても、決して逃げずに恐れ知らずに立ち向かう姿に痺れている。歴代最高のピッチャーの一人と同じ舞台で、投げられるのはとても光栄だと思っている。と語っている。ありがとうございます。